皆さんこんにちは、アンナリンです。福岡食べ歩き第1弾も見てね。はい、ということで2日目は博多の川端からのスタートです。昨日せっちゃんがライブで言ってたお店発見した、ウエスト。なんかうどんが、ウエストのうどんが美味しいって言ってた。ウエストってなんかチェーン店みたいな感じ。うどんも、あ、かき揚げうどんが美味しいの。ごぼ天うどんもある。めちゃくちゃお値打ち価格じゃん。なんか街中豚骨ラーメンの匂いするけど、見てこれ、びっくりした。ラーメンさ290円やって。替え玉の値段かと思ったらラーメン本体の値段、めっちゃ安い。でその隣のキリン、ここがお友達おすすめしてたとこなんで、ここ行こうと思います。長浜屋っていうラーメン屋さんもあって、なんかラーメン激戦区なってるよ。はい、ということでお目当てのラーメン屋さん、キリンっていうとこが11時からオープンなんで、オープン待ちで、これはなんていう川か知らんけど、川の前にキャリーバッグ置いて撮ってます。で昨日の初めての岡村和義のライブやねんけど、まずあの岡村ちゃん、福岡のベイベたちと岡村ちゃん の、 あの一体感に感動しました。で岡村ちゃんがめっちゃ上手に煽るっていうのもあるし、岡村ちゃんが煽って福岡ベイベのお姉様方が黄色い声を出すっていうじゃあなんかいつもライブあんな感じなのかな、仕上がってる感じがめっちゃ楽しかったです。福岡ベイベのお姉様方には、あのうちらの和義のかっこいい、超絶かっこいいソロギターと素敵なファルセットにしびれていただいたかなって思います。どうでしたか、岡村ちゃんファンのお姉様方、うちらの和義は岡村ちゃんのキレキレダンスもめっちゃかっこよかったし、せっちゃんと岡村ちゃんのなんかめっちゃ楽しそうな、2人が楽しそうな感じが伝わってきてよかったです。で知らん曲が結構あったから、次大阪 2days 行くから、それまでに聴いときたいなって思います。で今日は福岡2日目やねんけど、今日はラーメンと、あともつ鍋まだ食べてへんから、もつ鍋と食べて帰りたいと思います。朝からビールいただきます。朝ビール、すごい溢れてる、溢れんばかりな割り方にしました。お待たせいたしました、グリル。はい、6番でいきます。キリンのラーメン美味しかったです。めっちゃ豚骨で冷めてきたらさ、上の油なんか膜張ってきて、めっちゃ濃厚豚骨って感じで美味しかった。麺はバリカタにしました。でちょっとあのこの後もあるので替え玉は我慢しました。なんかスープがたっぷりあったからもったいなかったけどね。本当はもうラーメンだけで終わるんやったら、あれと米と行きたいぐらいやったけど。めっちゃ背高いんやろ、すごっ。これってアマオですか。そうですね、今じゃん、いちごとカスタードの大福食べます。これさ、あの福岡といえばアマオで、アマオかなと思って聞いたら、今アマオの時期なんか終わってるらしくって、夢の花っていう小ぶりのいちごちゃんでした。いただきます。これは豆いちご大福、こんなんなんて顔みたい。今日はモノマネはいちご大福のモノマネします。なんか涅槃像に見に行こうと思ったら、電車乗り過ごしちゃって見知らぬ駅に来ちゃった。クローバルって木戸なんぞ、木戸って読むんや。この木戸なんぞを院前で降りなあかんかったのに間違えちゃって、降りるの忘れてこの駅に来たら、戻る電車が1時間後っていう田舎やから1時間に1本しかないねんな、うん、誰も いない、人っ子一人いない田舎の駅で1時間待つことになりました。この新しく入った会社で、あの慰安旅行があって宴会芸せなあかんから、宴会芸の練習しようかな、1時間あるから。
おおちょうど終わりの合図だ。え、電車来る？やんたま。ああ、涅槃像を見に乗り過ごして1時間待ってやっと来ました。多々良川、ここはね、木戸橋、メロディーブリッジやって、メロディーブリッジ挑戦だぜ。何の曲かな。海外の人に拍手もらっちゃった。わあ、7分ぐらい上がっていくんやって。わあ、可愛らしい。赤いお帽子かぶってはる。今日はちょっとお邪魔いたしますね。可愛い。今日は福岡に初めて来ました。よろしくお願いします。お腹みんなが触ってるからツルツルになってはる。お腹触っていいですか。失礼します。このトンネルを抜けていくみたい。すごい。ここ壁にいっぱい、あれかな、何やったっけこれ、煩悩煩悩じゃないか、煩悩にしちゃ多すぎる。七福神。うわ、なんかどこも全部癒され系スポットやわ。よいしょ。わあ、すごい頭が。涅槃像さんの頭とポツポツのつぶつぶの頭とお手手が見える。やばいやばい、めっちゃ大きいじゃん。うわ、大きい。わお、めちゃ大きい。じゃじゃーん、寝てはります。あ、うちのせっちゃんにも大きい大仏様見せてあげよう。海外の観光客の人がいっぱい。これはあかんよね。大仏様の足の裏が丸日があるそうなので、足の裏見てきます。大きい足。うわー、足の裏に何か書いております。仏足、仏足やって。ちょっとごちょごちょしてみる。起きるかな、ごちょごちょごちょ。これは一本の指でこの大きさ。ごちょ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 しても寝てる。大きい。寝てんぞ、寝てんぞじゃないや、涅槃像。寝てんぞ言うと怒られます。涅槃像様です。じゃあ、てっちゃんも涅槃像様見たよ。お寺すがすがしくって心が洗われました。汚れた心もジャバジャバ洗っていただきました。こういうとこに来たら煩悩がそぎ落とされるよね。だから、あの、あとはもつ鍋食べて帰ろうっていう。もつ鍋食べなあかんからな、なんぼ煩悩そぎを殺到されても。帰りは電車乗り遅れへんように頑張って帰ろう。やんたま。
空港の明太キッシュ、これが美味しいと聞いたのでお土産に買って帰ります。じゃじゃーん、明太キッシュゲット。これさ、 YouTube で福岡の機長がおすすめしてた明太キッシュ、熱々やー、美味しそう。いただきます。うまっ。ほんまにキッシュっていうだけあって、そこにパプリカとかお野菜の炒めたようなやつと明太子のペーストと上にクリームソースかかってる、一番上に明太子散らしてあってめっちゃ美味しい。福岡の締めはもつ鍋食べたいと思います。もつ鍋大山。福岡ラストはもつ鍋です。とりあえず乾杯。ジンジャーハイです。乾杯。スモツと柚子胡椒です。すごい、なんかこんなめっちゃ新鮮そうなスモツじゃない。辛子明太、これを食べなければ福岡は終われません。醤油味、美味しそう。福岡の締めのもつ鍋です。じゃーん、福岡の日本酒頼んじゃった。見てこの色、コシュやって、コシュ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 。ビデンっていうお酒、福岡の日本酒です。めっちゃいっぱいあるんだけど。いただきます。福岡乾杯。あー。全然辛い。コシュこのコシュにじゃん、博多明太子合うかな。福岡の人はこのまま食べるの、ご飯と食べるの、辛の。あー、もつ鍋美味しかった。お酒も美味しかったし、もつ鍋とスモツと明太子と、もう福岡大満喫。顔真っ赤かになっちゃった。もうお腹いっぱいすぎるけど、食い倒れせなあかんからな。じゃあ福岡を締めくくるのはスイーツ、イートキングでー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 。なんかさ、お土産物ランキングとか見たら絶対入ってたから、食べなあかんやつやろうってことで食べてみます。わー、クリームたっぷり。もつ鍋でがっつりニンニクの後はやっぱスイーツいるやろ。いただきます。いちごミルクの味は美味しい。はい、初めての福岡2日間いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ってくださった方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではお気を確かに。またね、バイバーイ。